よろししくお願いします、えー、心霊体験とかに合うとこう取りつかれるということをそういう体験をした人の話を聞くと思うんですけどだいたい取りつかれるとこう不幸な目に遭ったりとかひどい目に遭ったりとかなんかそういうことをするかと思うんですがそのの不幸の範疇ってどこまでであるんんだろうと思ったお話なんですねでこれ先ほどの,あの生配信の証明のお話をしてくれた、えー、バーテンダーの A さんの お話なんですけれども A さんの働いているバーというのが会員制のバーということで、まあ、一元さんお断りで、まあ、誰かの紹介かということでこう入ってこられるバーということで、まあ、割とやっぱり役職が上の方とか、えー、お金を稼いでいらっしゃる方ということが多くて常連さんも結構年配の方が多いそうなんですでこのお話も常連の A さんから聞いたお話です A さん若い頃20代の時にね怖い話 階段やっぱりそういうのが好きなお友達がいたそうです。でそのお友達から誘われて、受会に行ってみないかと言われたそうなんです。でも、まあ、愛さんもまあ好奇心もありましたし、まあじゃあせっかくだから一緒に行こうかとなって。ただまあ二人ともやっぱり怖いので夜に行ったりとかそういうのはやめようと。昼間明るい時間に行こうとなって。まあその愛さんのお友達が車を出して受会に行ったんですけれども、まあ、やっぱりちょっと。 受会に足を踏み入れたもののななんとなく圧があって押されてしまってで、まあ、道に迷ったりとかそういう話も聞くしということで、まあ、早々に退散してきたそうですで、まあ、車に乗って、まあ、帰ろうとしていたらあの警察の人に呼び止められたそうなんですよ「前の車止まりなさい」と。で車止めて「どうしたんですか?」と愛さん聞くと「あの君の車人を引きずってるよ」って言われるんです。でえ と二人と人も驚いててしまってでもちろんお酒なんか飲んでないシラフですし、えー、特に何もそんな事故に遭ったような人を引いたり何か動物を跳ねたみたいな感覚もなかったので驚いたものの、まあ、そう言われたものでもう顔面蒼白になって2人で車を慌てて降りて警察の人と一緒に、えー、後部座席の下の方を見てみるでも何もいないんですよ。で警察の人もおかしいなさっき人がこう引きずられてるのを見たんだよね。で どこに行ってきたの君たちと言われて、いや、実は、と。受解に行ってきた話をすると。ああ、なるほどね、と。警察の人もなんとなく察してくれて、まあ、早々に解放してくれたそうなんです。で、まあ、その帰り道、愛さんあ、やっぱりさ、って。あんな人引きずってるなんて言われたら怖いじゃんって。これ絶対なんか連れてきちゃったんだよって。お腹いった方がいいよ、と。お友達にも話したそうです。で、まあ、友達も、ああ、そうだね、なんていう話をしながら帰ったんですけれども、 愛さんはやっぱり怖かったので翌日すぐにあのお寺の方に行ってお祓いをしてもらったそうなんですでそこから1週間愛さんには特に何も変わりなく普通に暮らしていたんですけれども1週間経ってその一緒に行ったお友達から電話がかかってきたそうなんですであの「一緒に行ったじゃん」ってで「俺お祓い行かなかったじゃん」ってもしかしたらそのせいかもしれないんだけどあの一緒に暮らしてる家に 不審者が侵入して、同棲していた彼女が強姦されてしまったっていうんです。で、まあ彼女も塞ぎ込んでしまっていて、部屋の中も荒らされて窓ガラス割られてしまって、いやそんなことになっちゃったから俺はもうお腹いっておけばよかったっていうちょっと後悔と報告の電話だったそうなんです。で、まあ愛さん聞いてどうすることもできないですけれども、まあ、自分もやっぱりもっと強く無理にでも連れて行けばよかったと思って、ちょっと暗い気持ちで電話を切ったそうなんです。で、 それから3日後、もう1回そのお友達から電話があったそうで、て、わ、やだなと。大変なことになってないといいな、彼女大丈夫かなと思いながら恐る恐る電話出たら、あのさ、この間不審者が入って彼女が強姦されたって言ったじゃん。あれ違ったんだよねって。俺浮気されてたわって言うんです。でえって聞くと、どうやらそのお友達の彼女さん、二股をかけていて、 でその二股の浮気相手のお子さんを身ごもってしまったので自作自演で窓ガラスを割って部屋を荒らしてそういうことにしようとして被害者の手で、えー、そのお友達に報告をしたということだったんですよ。でなんか愛さんもそれを聞いて「ああそうか、うん、まあなんか災難だったけど事件じゃなくてよかったね」と言いながら電話を切ったんですけど電話を切った時に愛さんは「 やっぱりお祓いに行かなかったからなんだなとなんとなく思ったというお話でした <music> <music>